メリ・ーチェーンは、イギリスのロックバンド。通称、ジザメリ、またはジャムック。1984年に、ジムとウィリアムのリード兄弟を中心として、スコットランドにて結成。1980年代半ばから90年末に、かけて6枚のアルバムをリリースし、パンク、ノイズ、ポップを融合したサウンドは、ピクシーズなどの更新のオルタナティブロックバンドに、 影響を与えた。1999年から解散状態だったが2007年に活動を再開した。ジーザスメリーチェーンはボーカルのジムとギタリストのウィリアムのリード兄弟によって結成された。彼らは失業保険で生活しながら暇な時間を使って曲を書きため、1983年頃からデモ音源のレコーディングを始める。 翌1984年に、ベーシストのダグラス・ハート、ドラマーのマレー・ダーグリッシュが加入し、バンドの定裁が整ったことで、ライブ活動を開始。結成当初の彼らの音楽に影響を与えていたのは、ザ・ストゥージズや、ベルベット・アンダーグラウンド、そしてシャングリラスだった。1984年半ばに、アラン・マッギーが主催する、クリエーションレコーズとシングル1枚の契約を結び、 同年11月にシングル、アップサイドダウンで、レコードデビュー。直後に、ダーグリッシュが脱退したため、後にプライマルスクリームのフロントマンとしてデビューする、ボビー・ギレスピーがドラマーとして加入。リリースから約3ヶ月後の1985年2月に、アップサイドダウンは、英国インディーチャートで1位になり、NME をはじめとした、英国中のメディアから注目を集める存在となる。 彼らの初期のライブは悪な高く、客席に背を向けたまま演奏し、20分程度の短い時間で切り上げ、観客との対話を拒絶。しばしば暴動も起こり、ザサン氏は新しいセックスピストルズとして彼らの存在を報じた。一方で、アラン・マッギーは、こういった悪評を巧みに利用し、バンドが有名になるのに人役買った。1985年、 バンドはブランコイ・ネグローと契約。2月にシングル、ネバー・アンダースタンドリリース。3月にはザ、ザヤス・メアリー・チェーン・ライオットとして知られる事件を起こす。当日、ライブ会場となったノース・ロンドン大学ではキャパシティを超えた量のチケットが裁かれ、バンドにとって、それまでで最大規模のライブとなった。前座のミート・ウィップラッシュが観客を煽り、 メリーチェーンが予定された時間を大幅に過ぎても現れず会場の外には中に入れない客が大量にいたため現場の空気はさっき立っていた開演から20分で例によってバンドがステージから引き上げると客席から無数の会員がステージに投げ入れられ警察が到着するまで暴動状態となったこの事件の影響で年内の多くのライブがキャンセルとなった 5月にはブランコイネグロからの2枚目のシングル、You, トリップメアップをリリース。当初、B 面には、ヤソファックが収録される予定だったが、レコード会社からストップがかかり、ジャストアウトオブリーチに差し替えられた。同年11月、デビューアルバム、サイコキャンディを発表。アルバム冒頭を飾る、ジャストライクハニーのドラムはザロネッツの、B。 マイベイビーから借用したものであった。2003年には、ローリングストーン氏が選ぶオールタイム、ベストアルバム500で268位に選ばれている。アルバムの発表後は、アメリカや日本を回る、ワールドツアーを行う。1986年7月には、サムキャンディートーキング EP をリリース。消しの花に囲まれた、リード兄弟が写されたジャケットは、楽曲のタイトルも、 相まってドラッグを連想させるものとして波紋を呼んだ。なおこの EP を最後にボビー・ギレスピーがプライマル・スクリームの活動に専念するためにバンドを去った。リード兄弟は新たなドラマーの代わりにドラムマシンを使ってセカンドアルバムダークランズを制作。1987年9月にリリースされたこのアルバムは 前作のノイズの渦が影を薄め、よりメロディアスな60年代のポップサウンドに接近した仕上がりになった。1988年3月にはシングルサイドウォーキングをリリース。同年4月にはシングルの B 面や未発表曲で構成されたレアトラック集キスは罠をリリースしている。さらに1989年10月にはサードアルバム オートマティックをリリース。打ち込みを積極的に導入したほか、前作では、ほとんど見られなかった、ギターノイズも随所で使用され、より躍動感のある作風となった。本作からリカットされた、シングル、ヘッドオンは、後に、ピクシーズがカバーしている。前作の発表から間もなく、1990年9月には、ローラーコースター EP をリリース。 1992年3月には、アメリカで死にたい、JFK のように死にたいなど過激な歌詞の、レバレンスを先行シングルに、フォースアルバム、ハニーズ・デッドをリリース。さらにマイ・ブラッディ・バレンタイン、ダイナソー・ジュニア、ブラーなどを前座に従え大掛かりなワールドツアー、ローラーコースターツアーを行った。翌1993年には2枚目の、レアトラック集。 サウンドオブスピードをリリースした。このアルバムはもともと1992年に日本限定で発売されていたが、その後発売されたサウンドオブスピード EP の曲を収録し改めて本国でも発売されることとなったものである。1994年8月にはバンドの代名詞でもあったノイズを完全に捨て去り、全編が乾いたアコースティック調の曲で締められた。 フィフスアルバム、ストーンドディスローンドをリリースした。フォークロック的な側面を見せた本作はイギリスだけで、なくアメリカのビルボードチャートにも登場している。しかし1995年5月にパイロットシングル、I Hate Rock'n'Roll をリリースした後、ブランコイ・ネグロが閉鎖される。しばらくの沈黙の後、1998年6月に、フルスクリエーションから、 マンキーをリリースするが、リード兄弟の中は、アルバム制作中から悪化しており、本作のツアー中に、ウィリアムがバンドを脱退してしまう。予定されていた残りのツアーだけは行われたものの、ツアー終了後正式なアナウンスはないままに、兄弟それぞれのソロ活動が始まり、バンドは解散状態となった。ソロとしても、クリエーションと契約をしていた、リード兄弟だったが、 1999年クリエーションはアラン・マッギーの離脱に伴い解散した。解散後、兄・ウィリアムはデイジー・ケームとして2枚のアルバムをリリース。アルバムのスリーブで自らの緩み切った裸体を晒し発禁対象となった。弟ジムは後期の主要メンバー、ベン・ルーリー、ニック・サンダーソン等と共にフリーヒートを結成し、アルバムを1枚リリースしている。また、 兄弟の妹、リンダのプロジェクト、シスター・バニラでは、兄弟とベンで全曲を提供している。2002年に、リリースされた、プライマル・スクリームのアルバム、イーブル・ヒートにはジムが、リード・ボーカルを取り、マイ・ブラッディ、バレンタインのケビン・シールズがプロデュースした、デトロイトが収録された。2007年に再結成し、コーチェラ・フェスティバルでのライブで公に活動再開。 2008年には、サマーソニック出演のために来日した。2017年、19年ぶりとなるセブンスアルバム、ダメージジョイをリリース。ありがとうございます。